Yeah!
戦ったのはアイスリボンを、対談マッチ藤本司とのシングルマッチでした。その時はメインで負けてアイスリボン対談脇の下旗揚げとなったわけなんですけど、今日勝ってシングルマッチメインで勝ったのいつだったかなと思ったら2010年3月21日、この藤本司と IC クロス XC のタイトルマッチでベルト取った時のあれ以来でした。あの景色を今日すっごく思い出しました。はい、今までずっと負け続けてたのもこれに向けての壮大な前振りです。2冠チャンピオン